傑作との評価も高いサバイバルホラーの原点である第1作バイオハザードのリメイク版が圧倒的な恐怖はそのままに HD リマスター化。丁寧な高品質化の作業を行い、精細となったグラフィック、高音質なサウンドによりさらなる臨場感ある体感をすることができる。原作同様の4対3画面比率でのプレイはもちろん、本作より新たに加わった16対9のワイド画面比率でもプレイが可能に。画面サイズはプレイ中リアルタイムに切り替えることができる。本作より新たな操作方法も追加。キャラクターを動かしたい方向にスティックを倒すと、その通りに移動することができる直感的なプレイが可能になっている。もちろんオリジナル操作での移動も搭載されており、こちらもリアルタイムで切り替えてプレイすることができる。オリジナルの英語ボイスに加え、新たに日本語ボイスも収録している。俺が見てくる。ウェスカーに報告しましょう。おい、止まれ、早く逃げろ。ジュ、待ってろ、すぐ戻る。ねえウェスカ、クリスはどこ？ちょっとこいつを見てくれ。落ち込んでられませんから。クリス、お前はもう一度館を調べる。実力派声優陣による迫真の演技により臨場感が増した恐怖がそこに。過去シリーズ作品の特典として制作されたウェスカーズリポート1と2を特別収録。これらリポートによりシリーズの世界に潜む闇を垣間見ることができる。15分以上にも及ぶ長編映像ウェスカーズリポート1は全ての映像素材を新たにし再編集、日本語ボイスへも対応している。またウェスカーズリポート2も全50ページ以上の読み物として完全収録。原作の圧倒的な恐怖はそのままに、より精細かつ臨場感の増したバイオハザード HD リマスター、サバイバルホラーの原点を体感せよ。さらにクリス・ジルの BSAA 版コスチュームの追加が決定。初回プレイから BSAA 版コスチュームを選択することが可能に。コレクターズパッケージの発売も決定。洋館を設計したジョージ・トレバーが残した洋館フロアマップと、美しい洋館の画像をまとめたアートガイドブック、これらがついたコレクターズパックが予約受付中。バイオハザード HD リマスター、11月27日発売。